ございます。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花です。暗い？明るい？眩しい？あー、目やられた。眩しくて無理でした。無理でしたね。オーマイガー。今日はちょっとね、オーマイガー、遅くなっちゃうからこの時間帯にしておきます。寒い。ボディクリームでも塗っとこう。あー、これいい匂い。私もメイクしながら見てる。今お弁当を作ってる。出勤途中です。私はボディクリーム塗ってる。電車内で早いね。寒いね。大西も今日はこの後それ都合です。クリーム塗ってるって、めっちゃいい匂い。これね、こないだ買ったんですけど、このボディクリーム、サボンのやつ。これえ、これ顔にも塗れんねんや。髪の毛にも塗れんの？これすごっ。今初めて知った。髪の毛に塗んの？だって顔にも塗れねえって。これ髪の毛塗ってみようかな。やばい？ちょっとだけ塗ってみよう。毛にも濡れねて、いい匂い。万能やなってね。あれみたい、なんかリップクリームのやつ。何やったっけ？メイベリンじゃないわ。何やったっけ？メイベリン、クレベリンみたいな。あ、そう、ワセリンや。そう、ワセリン。なんかさ、あれさ、おいしいさ、唇にしかさ塗らへんと思っててさ。そうで、あれいつやったかな、それこそ海カノでご一緒したある日さん、あのピアノを弾いてくださってた方がいるんですけど、その方がね、腕に塗ってたんですよ。多分あれやな、去年の生誕祭
あのアリゲーターの方でやった生誕祭、そういえば生誕祭なかったね、おにし。ねえ、あ、ねえ、そういえば生誕祭なかったね。まあでも、まあ、とりあえず去年のそのリゲーターの方でやった生誕祭で、あのある日さんがピアノそれこそ弾いてくれてて、でその時にある日さんがクレベリンじゃないや、ワセリンを腕に塗ってたんですよ。俺それ見てめっちゃびっくりして、え、それ腕に塗るんですかって言った、これ全身使えるよって言ってて、そう、え、そうなんですねって、そうなん、なんか分からんけどクレベリンで出てきちゃうな、それ持ってんねんけどさ、でかい、なんかクレベリンの方が先に頭にやっぱり浮かんじゃう、そう、ワセリンね、ワセリンね、まだでもちょっと勇気はないのよ、体に塗る、まだ大西の中ではリップクリームっていう印象がすごいあるからさ、唇塗っていこうか、なんかさ、いいよねこれ。いいよねこれ。頭回ってないねみたいな。何のためらいもなく髪の毛に塗ったのに、顔に塗れるならどこにでも塗れそうじゃないって。確かに。でもさ。このワセリンを手で触りたくはないのよ、なんか、そう、わかる？手でバッて取りたくないのよ、なんか、そう、うん、すごいベタベタしそうやねんって、そう、なんかベタベタしそうってか、大西の中ではさ、やっぱりリップクリームっていうさ、しかもすごい保湿力があるさ感じのイメージがあるからさ、なんかちょっと手で取るのがなんかまだためらいがある。あと単純に手で取っちゃったら今後さ、大西は口に使えないのよ。そう、綿棒にとって唇にいつも塗ってるからさ、うん、実際塗る時も綿棒で出しゃいいって話しないけどさ、朝からレッスンって、うん、今日はね普通にお仕事なんですけど、そう、でも夜がねすごい遅いからさ、多分今日知らんねんけど遅そうだから、この時間にやっとこうと思って、昨
そう、母の誕生日です。あれツイッターとかもね、なんか検索したらママおめでとうみたいななんかなんかたくさんあって、ありがとうございます。ママ多分ね毎日大西桃花で英語させてると思うから、多分ママ喜んでると思う。ありがとうございます。50歳やねって。そう、ママが50歳、半世紀生きましたそう、そう、半世紀ママは生きました。すごいよね半世紀って。でも一瞬できそう、半世紀なんて。うん。おい、何？え？すごい。あ、消えた。え？何今の？え、すごい見て、え、すごい、え、ドスッピンやけど、ドスッピンなのがすごい悔やまれる。何今の、初めて見た。あれみたいやな、何だっけ、ワンセブンライブねえ、そういうのあるよね。あ、猫なんだ。あー、すごい。え、見て見て。え、すごい。え、何？ちょっと大西も見た。あ、これ配信あれ見れへんのか。なの。あ、ちょ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 見て。すごーい。面白い。あ、ちょちょちょ、え、すごい見て。すごい、紫とあれがあるの？三毛猫。面白い。猫の日やから？今日限定？かわいい。今日猫の日だからね。にゃんにゃんにゃんの日だ。猫に会いたいね。うん。うん。にゃんこ。ねえ。あ、ギフトと配信ずれるからももちゃんと会わないと。そういうこと？ごめん、大西だけやってんなんじゃ、楽しんでたの今。マジでごめん本当にごめん、大西だけが楽しい思いをしていた、ごめん。みーちゃん、はじめましてって、はじめまして、ドスッピンでごめんよ。みんな朝早いね、普通にやってるけど今配信。大西でもこんなもんなんか、学校とかお仕事とか通勤通学するってなったらね、みんないつも大変だね。なんか大西が出る時間帯めっちゃ荒れそう、めっちゃ人いそう、電車あー、めっちゃ痛いぞなあ、通勤ラッシュそうねえ。今日はラッシュの中に運転が飲み込まれてくるわ。ねえ、
あでも美味しいほどもうそろそろお家出なきゃいけないので、ああ13分になったらランキングの方ちょっと読んでいくわ。おーちゃんと満員電車乗る人がいるのかな。そうね、この間も通勤ラッシュに飲まれて、おーちゃんも通勤してきたよ。そう、通勤してきた。今日起きたらももちゃんみたいに目が腫れてたって。マジ目薬し、目薬大西も今ちょっとマシになったけど、でもまだ腫れてるんだよな。あ、こんぐらいこの目に力入れた状態か。ちょっとね、それ見た。そういえば昨日のなあちゃんのメールのタイトルが大西桃子やってて、そう、すごいたくさんのファンの方が「桃ちゃんのこと書いてたよなあちゃんが」って言ってさ、ツイッターなりなんだっけ、インスタの DM なりでご報告が来て嬉しい。推しメンの指名のプライベートメールのタイトルになれるなんて、やらこちゃん。そう、みんな撮ってるのねって。確かになんかでも、うん、そうね、ももちゃんは撮らないのって撮んないな。そんなよ、大西はね、課金しないからさ。めったなことがないと課金しないからさ。まあでもね、人のね、メールとか見ちゃったらもう、多分、それこそ、奈々さんのメールとか撮ったら多分、やむよ。奈々さん、いっぱいメール来るから。ほんとすごい。もう印象は何してんだってちょっとね、人と比べて病んでしまうので。そう、取れないな。あ、もう14分じゃん、行かなきゃ。ちょっとじゃあ一旦まずランキングの方呼んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位チンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が、ネオムオングアットモー君は DD さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITD さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がアタックケンさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がコパバサラアットマーク大西軍大西ドリームの向こう側へさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がお茶っ葉タイムアットマーク気をつけて、お気をつけて行ってお帰りさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がつばっさーさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がアキパンさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がハルハルアットマーク高橋あゆみ I'm crazyAbout you さん、ありがとうございます。イエイ。え、英語読めたんじゃないのに。ラスト13位がスイムラさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。
ということでですね、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日は頑張ります。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では行ってきます。みんなも頑張ってね。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。